日ソ国境紛争は1930年代後半を中心に満州で起きた大日本帝国とソビエト連邦間の国境紛争である。形式的には満州国とソ連あるいはその衛星国のモンゴル人民共和国の国境が軽争地のため満ソ国境紛争や満毛国境紛争とも呼ばれる。なお、日本および ソ連では一般に紛争にとどまるものと捉えているが、モンゴルでは、ノモンハン事件については戦争と評価している。1931年の満州事変以後、日本とソ連は満州で対峙するようになった。一連の紛争の経過は、小規模紛争期、中規模紛争期、大規模紛争期に区分することができる。初期には、回数も少なく、規模も小さかったのが、 次第に頻発、大規模化し、超古本事件を経て、ノモンハン事件で頂点に達した。形式的には、万素、万毛紛争であっても、日ソ両軍が直接抗戦する事態も発生した。最大のノモンハン事件では、双方合わせて4万4千人以上が死傷する、大規模戦闘となった。その後、1941年の日ソ中立条約締結により紛争は、 一応の集結を見た。日本とソ連は、モンゴル人民共和国と満州国を相互に、実質的に承認し、紛争の発生件数も減少した、紛争低長期に入った。第二次世界大戦後期に、独ソ戦がソ連有利となり、対日全面戦争を視野に入れたソ連軍が活動を活発化させるまで、こうした安定状態は続いた。 満州事変で、父春に入場する日本軍1925年の日ソ基本条約により、日ソの外交関係は一応は確立していた。シベリア出兵の終了後、1920年代には、日本とソ連は、大陸方面では直接に、勢力圏が接触する状態にはなかった。日本は、咀嚼地の関東州、ソ連は、 極東の国土と1924年に成立したモンゴル人民共和国を勢力圏において中間に満州を挟んでいた。ただし日本は共産主義国家であるソ連に対して警戒心を持っていた。両国の勢力圏の中間にある満州は1920年代後半には中国の法天派が支配する領域だった。満州には 日ソ双方の鉄道利権が存在しており、駅死した、法典派の超学僚はソ連からの利権回収を試みたが、1929年の中祖紛争に敗れた。それ以前から超作林爆殺事件を起こすなど、勢力慎重の機会を伺っていた、日本の関東軍は、法典派の軍事力の低さを見たこともあり、1931年に、 満州事変を起こして満州を占領し、翌年には満州国の建国を宣言させて勢力下に置いた。こうして日ソ両国の勢力圏が大陸でも直接に接することになった。ソ連は満州国を承認しなかったが満州国内の権益を整理して撤退する方針を取った。これにより北新鉄路を 南満州鉄道に売却する交渉が始まったが、すぐには金額面で折り合いがつかなかった。満州国の地図。東部及び北部ではソ連と西部ではモンゴルと南西部では中国と接している。満州地域の国境については満州国建国以前から領土問題が存在していた。対ソ連国境に関しては清と ロシア帝国の間の愛軍条約、北京条約などで確定されていたが、中華民国はこれらは不平等条約であるとして改正を求めてきていた。ウチアムール側については、国境とは別に、航路標識に関する水路協定も1923年に中祖間で締結されていたが、これも中国に不利な内容であったため、問題となっていた。 対モンゴル国境に関しても、真の時代の国内行政区分が事実上の国境線となっていたが、草原に人為的に設けられた境界であるのに標識が風化で失われるなど不明確化していた。満州国建国後も、ソ連が満州国を承認していなかったためもあり、領土問題の外交決着はできないでいた。特に対モンゴル国境については、日本側が、 シベリア出兵中の戦利地図に基づいて、従来の行政区分とは異なるハルハ川などを国境線と認識していて大きなズレがあったが、この見解の相違すら十分確認されない状態だった。なお、満州国南西部の中華民国との国境でも1934年末から紛争が起きていた。そこで、日本は干渉地帯設置などを意図した北分離工作を、 進めつつあった。満州国軍の騎兵隊1932年の日満議定書により、日本は満州国の防衛に責任を持つと定められ、関東軍は満州全土に駐留することになった。朝鮮半島に近い地域については、朝鮮軍の管轄下とされた。満州国独自の軍事力として、満州国軍が整備されており、 1935年時点では、不評旅団26個と、騎兵旅団7個の、計7万人と称したが、連度や、装備状態は、良好とは言えなかった。一方、ソ連は、1929年から特別極東軍を、極東方面に置いており、次第に増強を進めて、超古本事件直前の1938年7月1日には、 極東戦線に改変した。モンゴルとは1934年11月に、相互援助に関する紳士協定で事実上の軍事同盟を結び、紛争が増加しつつあった1936年3月には、相撲相互援助議定書として明確化した。相撲相互援助議定書に基づき、1936年夏からソ連軍機構部隊がモンゴル領に常駐するようになり、 翌年には軍団規模に達した。モンゴル独自の軍事力であるモンゴル人民革命軍はソ連の援助で整備され、1933年には、騎兵士団4個と独立機構連隊1個、1939年初頭には騎兵士団8個と装甲車両団1個を有していた。満州方面における日ソ両軍の戦力バランスはソ連側が兵力で勝っていた。 1934年6月の時点で、日本軍は、関東軍と、朝鮮軍合わせて5個不評師団であったのに対し、日本側の推定によれば、ソ連軍は11個不評師団を配備していた。それが、1936年末までには、日本軍が変化がないのに対し、ソ連軍は16個不評師団に増強され、対日戦力比は、日本、ソイコール1、2から1。 さににに開いいたた。戦車や軍用機についての兵力差はさらに大きかった日本軍も軍備増強を進めたが、日中戦争の勃発で、中国戦線での兵力需要が増えた影響もあって、容易には進まず、1939年になっても、日本の11個不評師団に対して、ソ連の30個不評師団と差は縮まらなかった。なお、万毛国境では、 日ソ両軍とも最前線には兵力配置せず、それぞれ満州国軍とモンゴル軍に第一義的な警備任務を委ねていた。満州事変以後、1934年頃までは多少の紛争はあったものの、ごく小規模なものだった。1932年から1934年の3年間に、 発生した日ソ関係の満州国境紛争は合計で152件あったが少数の偵察員が潜入したり住民を拉致したり航空機が領空侵犯するといった偵察活動や国境標識を密かに移動するといった程度にとどまっていた個別の事件名を付するほどの紛争は起きていない国境問題が意識されていなかったわけではなく 1933年1月には日本からソ連に対して国境紛争処理に関する委員会設置が提案されていた。しかし日本が国境確定を委員会の目的の一つに挙げたのに対してソ連はすでに愛軍条約などで国境は確定済みであるとの立場で両者は前提からすれ違っていた。日本が同時期に 不可侵条約提案を拒絶していたことや、北満鉄路売却問題が優先事項であったことなども影響し、委員会設置は実現しなかった。1935年に入ると、国境紛争は激増し、1935年と1936年には、紛争発生件数は年間150件を超えた。そして、規模も次第に大型化した。 この変化は、ソ連側の外交姿勢の高圧化によると考えられる。ソモ・ソウ・ゴ助に関する新指協定、ソモ・ソウ・ゴ助議定書の締結も、この時期であり、ソ連軍の極東兵力増加が進み、日本軍との戦力バランスが崩れたのも、この時期である。この時期の日本側は、陸軍中央と関東軍司令部のいずれも、不拡大方針で一致していた。 前線部隊でも、騎兵集団高級参謀の片岡忠中佐らが、関東軍司令部と密接に連絡を取って慎重な行動を図り、紛争の拡大に歯止めをかけることに寄与していた。西部国境に配備されていた満州国軍の公安騎兵隊最初の主要な軍事紛争は、1935年1月に、満州西部、 フルンボイル平原の満貌国境地帯で発生した工事工業事件であった。工事工業周辺を占領したモンゴル軍に対して満州国軍が攻撃をかけて戦闘が発生した。月末には日本の関東軍所属の騎兵集団も部隊を出動させるに至ったがモンゴル軍が退却したため日本軍が直接抗戦することはなかった。その後西部国境では 同年6月に日本軍測量隊が逮捕されるホルステン川事件が起きた。主張国境線防衛のため満州国軍はフルンボイル平原に監視部隊を常駐させるようになり満毛領軍の軍事衝突が増えた。ただしモンゴル軍は日本軍部隊が出動すれば工事工病事件同様に抵抗せずに撤退する行動をとっていた。 1935年12月に海南事故南西へ監視所設置に向かった満州国軍がモンゴル軍から銃撃を受けたことからオラホドが付近で睨み合いとなりオラホドが事件が始まった航空部隊まで投入したモンゴル側に対して翌年2月に日本軍も騎兵一個中隊や92式重装甲車小隊からなる杉本死隊を出動させた 杉本主体は、装甲車を含むモンゴル軍と遭遇戦となり、戦死8名と負傷4名の損害を受けた。モンゴル軍は、満州国側の主張国境外へと退去した。関東軍司令部は、不拡大方針を強調する一方、戦術上の必要があればやむを得ず越境することも、許すとした方針を決め、独立混成第一旅団の一部などをハイラルへ派遣して、 防衛体制を強化した。1936年3月には、警備交代と裏ほどが偵察任務の渋谷死体が、フルンボイル国境地帯に向かったところ、モンゴル軍機の空襲を受けて指揮下の満州国軍トラックが破壊されたことから、タウラン事件が発生した。この時、モンゴル軍も、騎兵300機と、不評、砲兵各1個中隊のほか 装甲車十数両の地上部隊を付近に展開させていた。渋谷支隊はタウラン付近で再び激しい空襲を受け、偵察に前進した軽装甲車2両がモンゴル軍装甲車と交戦して撃破された。モンゴル軍地上部隊は撤退したが、日本軍航空機の攻撃で損害を受けた。この事件で、 日本軍は13名が戦死して1名が捕虜となり、トラックの大半が損傷した。モンゴル軍も装甲車を露獲されるなど、かなりの損害を受けた。本格的気候戦や空中戦こそなかったものの、双方とも有力な装甲車両や航空機を投入した近代戦となった。ソ連と接した満州東部国境でも、1935年6月に、 日本の国境巡回部隊10名とソ連国境警備兵6名が銃撃戦となりソ連兵1名が死亡する柳林子事件が発生した。1936年3月には長峰子付近でも日ソ両軍が抗戦し双方に死傷者が出た。また、1936年1月には 金正港中東の満州国軍で集団脱走事件が発生し、非俗化した脱走兵と討伐に出動した日本軍、満州国軍の合同部隊の間で戦闘が起きていた。その際に脱走兵はソ連領内に逃げ込み、加えてソ連兵の死体やソ連製兵器が回収されたことから、日本側ではソ連の先導工作があったと非難した。 一連の紛争のうち、外交的に解決されたものは少数であった。例えば1936年に起きた152件の紛争に関して、日本側からは122件の抗議が行われたが、ソ連側から回答があったのは59件にとどまり、遺体変換などの何らかの解決に達したものは36件だった。この間、工事工病事件をきっかけに、 満州国とモンゴルは独自の外交交渉を開始していた。1935年2月に満州国軍の港湾北警備軍司令官、ウルジン・ガルマーエフ将軍がモンゴル側に書簡を送って会合を提案し、同年6月3日から満州座で港湾北省庁の両ボルやウルジン将軍、モンゴルの三部国防大臣、ダンバ軍団長らが出席した。 最初の会議が開かれた。満州座と会議は1937年9月9日、閉幕の第5回会議まで行われたが、満州国代表団の日系外交官が要求した、全県代表の首都上中層を受け入れたムスク、伊藤からの撤兵に対し、モンゴル側が難色を示したこと、タウラン事件後に起きた、両登の,の内通容疑での処刑などで難航した。 紛争処理委員の現地総合駐在などは妥結しかけたもののソ連の指示により1937年8月末から始まった粛清でモンゴル側関係者の大半が内通などの容疑で処刑されたことで最終的に打ち切りとなった1937年以降も紛争の件数は年間100件を超え続け1939年には200件近くに達した 外交交渉による解決率はさらに低下し、一定の解決を見たのは1937年には11件、1938年には2件、1939年に至っては0件となった。規模の拡大も止まらず、超古本事件やノモンハン事件が発生した。日本側は陸軍省軍務局など陸軍中央の大勢が依然として、 不拡大方針を取ったのに対して、関東軍司令部は断固とした対応を強調した、満祖国境紛争処理要項を策定していた。関東軍司令部としても安易な戦闘拡大は、避けるべきとの認識は、持っていたものの、列兵力での国境維持には、一撃を与えて断固とした態度を示すことが返って、安定につながるとの判断も、有力だったためである。 この処理方針に基づいた関東軍の独走強硬な対応が、ノモンハン事件での紛争拡大の原因となったとも言われる。他方で、ソ連側には単純な国境紛争でない、戦略的意図があったとも言われる。チョ本コボン事件では、直前の原理不リュシコフ亡命事件があったため、ソ連側としては威信を示す必要があった。ノモンハン事件に関しては、日本に、 極地戦で一撃を加えて、対ソ連積極策を抑える狙いを許していたとの見方がある。ソ連は、日本国内での報道や、リヒャルト・ゾルゲラによる、諜報活動などで日本側の不拡大方針を熟知していたため、全面戦争を恐れることなく大兵力の投入に、踏み切れたと考えられるという、1937年6月から7月に、 ソマーン国境のアムール川に浮かぶイヌイタシ島周辺で日ソ両軍の紛争が起きた。アムール川の国境は愛軍条約によってすべての島がロシア帝国領と定められていたが、水路協定では航路がカンタシ島よりソ連領側に設定され、国際法の原則や居住実態からも日マン側は同等を満州国領とみなしていた。 ソマン間の水路協定の改定交渉は前年に決裂しており、ソ連は1937年5月に水路協定の破棄を通告した。6月19日、ソ連兵60名がカンタシ島などに上陸し、居住していた満州国人を退去させた。これに対して日本陸軍参謀本部も関東軍に出動を命じたが、 石原幹事少将の震源などにより、6月29日に作戦中止を命じた。同日に外交交渉によってソ連軍の撤収も約束された。ところが、6月30日にソ連軍法、定3隻が貫多市島の満州国側に新たに進出したため、日本の第1師団が攻撃を開始し、一隻を撃沈した。再び現場は緊迫したが、 それ以上の戦闘とはならず、7月2日にソ連軍は撤収した。1938年7月、トマンコ近くのチョーコボンで、日ソ両軍の大規模な衝突が発生した。チョーコミネについては、国境線解釈に相違があったが、従前は、日ソ両軍ともチョーコボン自体に兵力を常駐してはいなかった。7月中旬に、ソ連軍が、 長小峰に部隊を進めたのに対して、日本側の警備担当の朝鮮軍令下第19師団も警備を強化した。監視任務の日本兵が射殺されたのをきっかけに、緊張が高まり、7月29日から戦闘が始まった。日本側が不拡大方針で、第19師団の一部のみで対処したのに対して、ソ連軍は戦車や航空機多数を出撃させ、激戦となった。 8月に入って、日本軍も増援の砲兵部隊などを出動させることにしたが、モスクワでの日ソ交渉により8月11日に停戦が決まった。日ソ双方が停戦時点でチョコミネを占領していたと主張している。動員兵力は日本軍9000人、ソ連軍3万人に上り、死傷者も日本軍1500人、ソ連軍3500人という。 これまでを遥かに上回る規模となった。1939年5月、フルンボイル平原のノモンハン周辺でのモンゴル軍と、満州国軍のコゼリアイから、第一次ノモンハン事件が発生した。ハルハ川東岸を占領した相撲軍機械化、部隊1500人に対して、騎兵集団から任務を交代していた、日本の第23師団が、山形市隊2000人を出動させて、 戦闘になった。日本軍は国境紛争処理要項に従った包囲殲滅を図ったが突破退却された。激しい空中戦も発生した。撃破されたソ連軍の BA-10 中層校車一時は戦闘が収まったものの、ソモウ軍が再び溶かし、6月下旬から第二次のモンハン事件が発生した。両軍が師団規模の不評や 多数の戦車部隊、航空部隊を投入した本格的な近代戦となった。日本の陸軍参謀本部は越境攻撃を抑制して早期の戦闘集結を求めたが、関東軍は反撃の基本方針を変えなかった。7月中の日本軍の総攻撃は失敗し、8月下旬に大規模な増援部隊を使ったソ連軍の総攻撃が行われて、 日本の第23師団は壊滅した。補給困難なフルンボイル平原で、ソ連軍が大規模攻撃に出る、可能性はないと判断していた関東軍司令部も、状況を見て日光師団以上を増援として送ったが、戦闘には間に合わなかった。モスクワでの日ソ交渉の末、9月15日に停戦が実現した。その後も続いた外交交渉の結果、 ほぼ停戦ラインのままの万毛国境確定がされて、ノモンハン付近は、モンゴル側の主張国境通りとなった。動員兵力は、日本軍7万6千人と、万軍騎兵などに対し、ソモ撲軍は8月構成に参加しただけで5万7千人、死傷者は、日本軍1万8千人に対して、モ撲軍2万6千人に達した。 なお、同じ1939年5月27日には、アムール川方面でも満州国軍とソ連軍の交戦があり、満軍の出動させた、騎兵中隊一個途方、定二隻が全滅している。しかし、ノモンハン事件の拡大誘発を警戒した、日本の関東軍が反撃を自重したため、それ以上の戦闘は発生しなかった。ノモンハン事件の停戦後、 小規模な紛争は引き続き起きたものの、大規模な戦闘は生じなくなった。野門藩事件末期の1939年9月に、第二次世界大戦が始まっている状況の中で、日ソの外交交渉が行われた。そして、1941年4月に、日ソ中立条約が成立し、 相互不可侵と、モンゴル人民共和国及び、満州国の領土保全が定められた。日本陸軍は、ノモンハン事件で、ソ連軍の実力を知り、北進論に否定的な見方も出た。それでも、独祖開戦翌月の1941年7月には、関東軍特殊演習と称する大規模な、大祖動員を実行したが、開戦には踏み切らず、 南進論に基づくアメリカイギリスとの太平洋戦争へと向かった。他方のソ連軍も独ソ戦に主力を注いだ結果、紛争の発生件数は1940年の151件から1941年には98件に減り、1942年には58件まで減った。満州国境の安定は、 独祖戦が峠を越し、日本の戦況が悪化した1943年、秋頃まで続いた。その後、再び紛争は増加し始め、ソ連の対日参戦が近づいた1944年後半には、五ヶ島事件、古都事件、甲府島事件、門越り事件などの小規模な国境紛争が起きた。関東軍の戦力の多くを南方や日本本土に転用してしまっていた。 日本側はソ連を刺激しないよう紛争を回避する方針を取った。しかし、最終的には1945年8月に密訴全面戦争となり、満州全土がソ連に占領された。ノモンハン事件中の戦闘でソ連軍に露覚された日本の95式系戦車。ありがとうございます。